アニメ、ルパン三世の峰不二子役などで知られる人気声優の沢城みゆきさんが、自身の誕生日でもある2日に、一般男性と結婚したことが明らかになった。声優として変わらぬ精進と、奥さんとして新たに精進していけたらと思っていますとコメントしている。沢城さんは、1999年に、アニメ、デジキャラットのプチキャラット役でデビュー。ルパン三世の峰不二子のほか、トップを狙いに、のちこ、君に届けの矢野あやね、ハンター×ハンターのクラピカ、ベルゼバブのベルボー、エヴァンゲリオン新劇場版の鈴原さくら、ゲーム、テイルズ・オブ・エクシリアのミラなど、数多くのアニメやゲームで、重要な役を務めている。また、映画、ハリー・ポッターシリーズのパーバティ・パチル役をはじめとした映画の吹き替えや、舞台などでも活躍。老若男女を問わず、幅広い役柄を務める演技力が高く評価され、これまでに、声優アワードの助演女優賞、主演女優賞をはじめ、数々の賞を受賞している。